い丸まるさん、女性のことなんだと思ってんの田島洋子、一夫多妻制発言にぶち切れ、い丸まる真事に対して、衝撃のコメントを発表、えーどうもこすけです。 えー、今回はこちら、ご存知、フェミニストの第一人者、法政大学教授、元参院議員のね、田島洋子先生なんですけれども、テレビタックルではね、マスさんと、えー、よくまあ、女性のことなんだと思ってんのみたいな、ぶち切れて、女性の立場をだ高に発言して、僕はテレビタックルのやりとり結構好きだったんですけれども、フェミニストの第一人者。田島先生が、一定委員会の後ね、一丸真二に対して、ボロクソにぶち切れてますんで、深掘りして何があったか、あー。 見ていきたいと思うんですけれども。こちら、少子化の下りでね、具体的にどうするかみたいなことで、石丸慎二さんに切り込んだ田島先生なんですけれども、まあ、その返しが一部再生で、スタジオを効率化したということで、ね、そのことを解雇して、田島先生はね、言ってるんですけど、こちら、まあ、そこまで言って委員会で、 発端はね、今一番危惧しているのは人口減少で。石丸氏へのシンプルな質問だったこの日、共演していた元、えー、参院議員の田島洋子氏がどういう具体的なことを考えてらっしゃいますかって。その時に石丸氏は究極的にはですよと、前置きして、例えばね、一夫多妻制を導入するとか、えー、遺伝子的に子供を生み出すとかって言った時に、横の女性のアシスタントの人はね、こはもうほんとね、口を、 大きく開けて、えーと驚いて、えー驚きの内容に、騒然となるスタジオ。で、続けて、えー、石丸さんは、SF のお話に聞こえるかもしれないんですが、そこまでやらないと人口減少は止まらない。ただ、今はどう考えても無理です。それをやろうと思ってない。社会が変わるには、100年、200年だったら、あと300年かかるかもしれない。なので、300年間持たせるために、少しでも人口減少のペースを緩やかにし、少ない人口でも国際的な地位を失わないようなシステムを作っていくということでね。でね、この時に、 田島さんが何を思ったのか見ていきたいと思うんですけれどもやっぱり有名なフェミニストですからこちら女性のこと何も考えてないとまず女性のことお前何も分かってない女性を何だと思ってんのと別にこれは普段でも言ってますから、まあ、さらに一夫多妻制発言っていうのはやっぱ本当に女性を下に見てるっていうことを強く感じ取られて田島さんがぶち切れたんですけれどもあの時出演者もスタッフも何を言うんだろうと思って私の顔を一斉に見たのだからこれもなんか田島さんにある種誘いのジャブみたいな形で一夫多妻制って言ったら 田島さん食いついてくるだろうみたいな形でね石丸さんジャブを出したんですけれどももうそのジャブが効きすぎて田島先生何も、ね、突っ込めなかったでみんな私の顔一緒に見たでも何も言わなかったもうあきれちゃってともうあきれ果てたと。 一丸さんが披露したのは極論だってのは理解している。でもちょっと時代に敏感な大人だったら、一夫多才性なんて言葉普通口にしないじゃないと。なんで男は何人も女を抱えて子供を産ませていいんだろうね。百歩譲って、タフ多才性の方がまだ例としてよかった。要するに、この人の頭の中に、ジェンダー問題への関心が一切ないと。女を下に見てるから一夫多才たいっていう考え出てくるんだろうと。一人の男がいろんな女の人を奥さんにするよりも、タフ多才性だったらまだね男女平等っていう感じがします。 そういう文言も出てこないってことがジェンダー問題全く関心がないんじゃないかっていうことを言ってますねでも口を開けば人口がって言ってるけどその半分を占めるのは女性じゃないですかと彼はそこに意識が全く向いてない それだけはよく分かったと。SNS という最新のツールは使うけど、考え方は古い男性の価値観そのものですね、ということで。やっぱりフェミニストならではの意見っていう感じします、これね。というかそもそも私は具体的にと質問したのに、回答が全然具体的じゃないよね。唯一出てきた例が一夫多妻性と遺伝子操作でしょうと。だったらここをいろんな人に突かれてもしょうがないと思うけど、一夫多妻性と遺伝子操作でその後炎上したんですけれども、それはしょうがないと言ってますね。まあこれも本当極論なんですけれどもね。そこだけ切り取られたっていうのが、切り取るにしろ、 ちょっととここの文言が強すすぎたっていうことですねちなみにその後の番組中、えー、石丸氏は共演者たちから何度も具体的にとは問われている特に厳しく切り込んだのが泉房穂氏ねで300年間持たせるため少しでも人口減少のペースを緩やかにし少ない人口でも国際的な地位を失わないようなシステムを作っていくと時論を展開して石丸氏に対してどうしたらそうなるんですかと突っ込んだとで東京都が吸い続けている人口を止めるべきといった曖昧な答えが返ってくるとどう止めはるんです具体的に何しはるんですけど追及の手を緩めなかった まあ、このシーンは僕も見てたんですけれども、もう本当なんか、ああ、延長者が寄ってたかってね、石丸さんを本当いじめてるような感じにしか撮れなかったですね、これね。で、田島さんは番組では他の支援者たちも手世界品を変えて質問していたけど、具体的な話はついに彼の口から出てこなかったよね。編集でカットされているとかそういったことも一切ないと。やっぱり、石丸さんが東京一局集中を打開するための案、具体的なものがなかったということで、共演者の方々が不満を言ってるんですけど、特に、まあ、田島さんがね。結局 都知事選の時と一緒。 石丸さんが抱えてきた政治再建都市開発産業創出という3つの公約だってどれも膨張として具体案は何も書かれてなかったで何がしたいのって感じだったじゃないですか一方余裕の当選だった現職の小池さんはある程度具体的な政策目標を164個も掲げていてすでに取り組んでいるものも多かったこれが現職の強みでもあるんだけど政策の具体性で比べたら小池さんの圧勝だよねとまあ実現ほとんどしてなかった小池さんなんですけれども具体的なものを言ったっていうことに対して一定の評価はしてます田島さん それと比べると要は石丸さん具体的な政策がないからっていうことでね苦言を言ってるんですけれどもでスタジオでは本気で勝ちに行きましたと石丸さんは言ってたけど都政のことなんてこれっぽっちも考えてなかったんじゃないかなともうすごいですね。 具体的な政策が言えてない。人口減少についての具体案が言えてないから、ちゃんと都市のこと考えてなかったんじゃないかっていう、かなり辛辣な意見を言ってますけれど。もし本気だったらもっと具体的な政策が出てくるはずじゃないと。そう考えると今回の都知事選は、知名度を上げるための地盤作りだったんじゃないのって勘ぐっちゃう。だとしたら間違いなく大成功と。なるほど。田島さん曰く今回はね、都知事になるのが目的じゃなくて、知名度を上げるための地盤作り。これだったら大成功と。さらに田島氏は今話題の石丸公文に対しても辛辣。公文だなんてきっと思いやりのある人が 名付けてくれたんでしょでも、はっきり言っちゃうと、ただ逃げ上手なだけ。相手をバカにしながら議論をずらすっていうのが、また小汚いやり口でね。相手の格を見定めながら、のらりくらりと質問を交わす様子なんて、古い政治がそっくり。いや、これすごいですね。ボロクソに言ってますね。公文なんて偉そうなもんじゃねえぞ。ただね、逃げ上手なだけと。しかも、相手をバカにしてる。で、議論をずらすっていうのが汚いやり口。で、相手の格を見ながら、で、相手が元アイドルの女の子だったら、ああいう風に前提が間違ってるって言って、まあ、たけしさんみたいな感じだと。借りてきた猫。 い風ににっってううってボロクソに言ってますね相手によって態度を変えてると。ほんと古い政治家そっくりということで田島氏はねほんと怒りが止まらずにね SN。SNS を使ったから今までの政治家がやってなかった。自分たちの馴染みのあるツールを使う石丸さんのような政治家が出てきて特に若い有権者はやっと。 自分たちの世代のことが分かってくれる人が現れたって嬉しかったんじゃないかなと。これ、ある種若者も馬鹿にしてるような感じですよね。SNS を使う政治家いなかったから、今回 SNS を石丸さんうまく使ったから、石丸さん俺たちのこと分かってるって。 そんな安易すぎる考えじゃないと思いますけれども、ちょっとこれ田島先生、非常に浅はかすぎる意見なんじゃないかなと。SNS というツールを使ったら俺たちのこと分かってくれる。そんな馬鹿じゃないと思いますけどね、今の若者も。で、石丸さんに対しては、国会議員より都知事の方が自由にやれるのはその通り。国会は、えー、家父長制に支配された順番待ちの世界、新人議員なんて何もできないし、 それこそ何を成し遂げようと思ったら相当時間がかかる。それは私も参院議員時代に嫌というほど思い知らされた。石丸さんみたいにギャンギャンやりたい人は国会議員には向いてない気がすると。その後すごいことを言ったのが、おそらく石丸さんは交渉したり調整したり、人と関係を築いたりする能力がないんでしょうと。 代わりに大きなビジョンを語ったり、アドバルーンを上げたりするのはすごく得意なんだと思う。でも政治家ってどちらの能力も必要じゃないだから彼の苦手を補うような優秀な部下や右腕を見つけられたら、もしかして化けるかもしれないと。だから、石丸さん本人は、そこら辺の交渉能力、調整能力がダメだけど、そこを補うことができる優秀な右腕が見つけられないとちょっと厳しいと。で番組では本気で政治のエンタメ化が必要と語っていたり丸まるし、つまらないから見ない、見ないからわからない、わからないから政治が緩んできたのはこの何十年と。 説明しし多くの有権者が興味関心ををを持つやり方を探したたいいと熱弁を振るっていたで、それに対してね、アメリカの前大統領のトランプさんなんてまさにエンターテイナーだよね。彼の行動の是非は別にして有権者の気を引くという点ではかなり成功している。だって集まってる支持者がみんな楽しそうでしょと。それに比べると日本にはそういう政治家は確かにいない。一番近いのは石丸さん。 お互いに、器を方変は厳しいけど、熱烈な支持者がいるし、彼は日本のトランプを目指したらいいんじゃないじいさん政治家にはない魅力を生かしたらどうもう、めっちゃ馬鹿にしてる感じしますよね。とりあえず、人気取り、石丸さんが、えー、エンターテイナーだと。今までいなかったから、そういうエンターテイナーにみんな心が持ってかれると。トランプみたいなもんだろうみたいなこと言ってますね、えー。ただ最後は田島先生ね、石丸さんに対してエールを送ってるのは、彼に対しては、批判的な気持ちが半分、期待する気持ちが半分、ずる賢しこくて勉強していないところは 一方で引きを引きつける魅力があるのは確か。でもたとえまた政治家に戻れる日が来ても今のままだったら絶対うまくいかないと。 政治家じゃ成功しないって切ってますね。まだ41歳でしょ。人生折り返し視線じゃない。とりあえず知名度を上げたわけだ。あとはどれだけ素直に学べるかで将来は変わると思うということでね。もろくそに叩いても最終的にはね、これからもっと勉強して右腕がつけばね、えー、もっといい政治家になるんじゃないかみたいなことは言っておりますけれども。一夫多妻制に関してはね、極論ですからそこだけ切り取って石丸さんを叩かないでほしいなというふうに思いますね。具体的な政策ールのことは小池さんみたいに具体的なこと言っても実行力、 ないい人もいますからその点具体的なことは今後詰めていくと思うんでね。具体的なことよりもまずはビジョンですよね。ビジョンは僕大事だと思いますから。田島先生もフェミニストなんですけれども、石丸さんは女性を下に見てないと思いますので、そこら辺は勘違いされないでほしいなというふうに思いました。ということでね、今回は田島陽子、一夫多妻性発言にぶち切れ、石丸真二に対して衝撃のコメントを発表という動画になりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。